この間にリニューアルしましたサイトの紹介をしていきたいなと思います。でこれはですね、編集長の大谷さんに、はい、はい、お願いしたいと思います。はい、はい、まあ、まずはこの、 動画を見てもらうと、分かりやすいと思うんですよね。これが現代競馬サイトのトップページですね。今週のレースをクリックすると、レースの一覧が出ます。左側に東西の予想者17人が、名前があって、はい、レースをクリックすると、これが今会員じゃない、ログインしてない状態ですと、まあ武田記者の予想だけ見れるようになってるんですが、ここからログインすると、全記者の予想が見られるようになります。いや、俺の予想は大安売りってことかい。そうです、そうです、はい、そうだから武田さんの予想が当たらないとこうやちゃんとこう有料で見ようっていう、無料で武田さんが当てまくれば有料にね、お客さんが引っ張れるっていう重要な、そうなんですよ、よかった、ちゃんと当たってるところでダノンキングリー本命だ。ログインするとこうやって全記者の印が見られるようになります。はい、いくらですか、いくらですか、あ、それも後ほど説明があるのでお待ちください。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、これ各記者の馬単と三連単の買い目も、見られます。はい、買い目まで見れるということですね。そうですね、はい、三連単とかに関して、三連単に関しては紙面で載せきれない、スペースの都合で載せきれないものもこのサイトのみ、載っているので、ここにその左側の記者のところを見ると馬単と三連単の目両方載ってますよっていうのが分かるようになってます。これって馬単と三連単に、はい、限ってるんですか、それとも、そうですね、まずは馬単と三連単に限ってますね。なるほど、はい、なんか三連服一点とかそういうのではなく、とりあえず馬単と三連単で買うんだったらどうしますかっていう、そうですね、分かりやすいようにまず、はい、そうですよね、この前朝刊なんて三連単なんとか当てないとね、面白い、なかなかねもうガミっちゃうもんね、はい、このレースね、はい、こんなガチガチだったんですよそう、はい、はい、それで、各記者の、回収率とか適時、まあこれね、スプリンターズステークスの週から、なんでまだ回収率とか的中率とかがちゃんとした数字がまだできてないんで、これが月日を重ねていくうちに、ね、しっかりした数字になっていくと思うので注目してみててください。すごいよ、的中率 6% で回収率100超えるんだから。そう、どんだけさすがにゃんこ先生だよね本当ですよね、立花さんだからこそこれ数字、ね、ちらっと見えてるけど、馬単16、14、11,330円ってね、はい、この数字確かにあまり見ないですよね。そうなんです、立花さんならではの数字かと思います。はい、はい、的中一覧をクリックしてこういう感じですね、はい、だから俺の名前がないじゃないか。的中の絞り込みっていうことはこのレース当たりましたよっていうのをやるわけですね。そうです、そうです、それを全記者の当たりが出てますね、はい、はい、本当だ、武田さんの名前がなくないですか。当たってねえんだよ多分あ、やだな本当に。ロイヤルカップが当たってますね。あ、大谷さんもいましたね、よかった、安いのがありましたねはい、はい、あ、でもこれやられるとなんかこうプレッシャーですね、こっちは、はい、はい、予想する方もプレッシャーです、ね、大谷当たってねえじゃねえかって言われるんで、あ、万馬券のみという立花さんにぴったりのなんか、はい、コーナーもあるわけですねいや、そして本当に立花さんだけだ辛いな、これな、本当にすごいですね。それはやっぱりね、皆さん印どこに打ってるのか気になりますよね。記載関係ないと思いますはい、どうでしょう、そう、はい、これ、右上の氏名出走表の PDF の画面を押すと、この
馬柱が、ウェブ上で見られるようになってますね。これまあ、ちょっとスマホだと小さいかなとも思うけど、あのタブレットなんかだと結構見やすいですね。これはすごい便利ですね、はい、なんか外に出なくても、要はコンビニに買いに行かなくたっていいってことでしょ。はい、でやっぱあと競馬の予想ってやっぱ書き込みたいじゃないですか、はいはい、そういう方のためにこれ印刷できるようになってるんで、はい、家にプリンターがある方は、はい、嬉しいか。馬柱がここまでできるサイトってほとんどないよ、うん、そうですよね。そうそうそう、そう、やっぱりね、それも困っちゃうんですけどね、新聞だから紙で予想したいっていう方多いと思うんですけど、でなんかこうなんかパジャマ姿から着替えたくなくて外出たくない。そうですね。スマホでピピピって見れる。プリンターにつなげればいいわけでしょ。うん、まあタブレットでも PC でもね。そうですね。うん、これ大体何時ぐらいですか、出るのが。例えば金曜日とか土曜日とかの、次の日のレースの馬柱が出るのは。馬柱は何時でした。吉田さん。すいません、なんかすごい。馬柱は13時からになってます。めっちゃ早い、はい、すごいそうだから JRA 版とかでさ、なんかこうあの 馬番が決まったらそれとこう照らし合わせてとかいろいろやったりするんですけど、はいはい、そうですね、それは嬉しいですよね。そうなんですよ、それでですね、先ほど質問があった、はい、いくらだっていう話なんですけど、はい、まず入会の方法とかね、その辺からいきましょうか。はい、そうですね、まあ日刊現代デジタルの、まあ、会員の申し込みのところから、はい、入会されますと、このように無料会員、有料会員、はい、新聞郵送セットあり競馬限定プランって、まあ、今回、はい、日刊現代競馬サイトということで、競馬限定プランのところを紹介させていただくと、まあ、今ですねキャンペーン中で、10月31日までは無料になってます。わお、やったら。それでですね、10月31日以降は、月額550円なんですけど、1ヶ月目は無料になります。お得です、はい、まあ、このサイトで月550円は僕も正直安いかなとは思うんです。馬柱全部見れて、安いと思います、はい、予想も全部見れて300円かかるじゃないですか。そうなんですよね、ちょっとお得だなとは思うし、はい、ということですので、はい、まずは皆さん10月からね、とりあえず入ってみましょうよ。そうですね、10月31日まで無料キャンペーンやってますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、そしてその月額とかなんかいろいろありますよね。そうですね、月額いろいろある、まあ、本当はこれちょっと左側の有料会員とか新聞郵送セット割も宣伝しなきゃいけないのかもしれないですけど、はい、今日競馬なんで、まあ一番右の競馬限定プラン550円だけでいいです。他の気にしないでください、はい、そういう人はちょっと政治とか好きな人に任せるんで、どうせ競馬の好きな人たち、はい、競馬祝いねいいと思うんで、いやでもそんなことはないと思う。それダメかね。例えば、はい、もうデジタルに入ってますと、はい、はいはいはい、デジタルに入ってる方はもちろんもう競馬も見られます。でこの馬柱のプリントアウトとかのサービスも受けられるってことですか、はい、じゃあこれもいいじゃん。大丈夫です。普通にもうもちろんデジタルの会員入っていただくともう本当手が無料っていうか、そうですね、会員限定記事とかも本数無制限で閲覧できるし、もうそれプラス競馬サイトも、見れるんで、はいはい、どうでしょう、何かこう、はい、どうぞ質問。はい、はい、はい、サイズは1枚で出ます。はい、はい、A4 で出るんですか。 A4 で出ますね。 A4 で A4 で A4 って、はい、このし新聞丸々の大きさじゃないんで、そうです。だからまず馬柱だけで、馬柱が馬柱のみになるんで、はい、A4 で収まる大きさに調整してあります。まこれちょっとでかく見えますけどね。はい、原寸より実はちょっと拡大してるんです。拡大してるんですね。はい、原寸だと A4 でぴったり1枚で入りますので。で
プラスのコメントとかは見れたりするんですか？あ、そうですそうです、現代競馬の売りであります旧車コメントも、はい、サイトから見れるようになってますんで、はいはい、それも新聞と同じものが見れるようになってます。あ、いいですね、はい、いや、本当に今おっしゃいましたけど、現代独自の取材をするんですね、旧車取材って。だから専門誌とかの記者をやっていた方も、夕刊でとかのこう日刊誌とかで買うんだったら現代を買いなさいって言うんですよ。なぜかっていうと、こうもちろん囲みでみんなと同じようなコメントも聞くんですけど、プラスアルファでその旧車の人と仲良くなって、ね、本当はどうよっていうことを聞けるようにみんな仲良くなるんですよ ね、はい、だからね、独自のコメントが出てくるんですよ、現代って。だから絶対買うべきだと思います、はい、専門いいこと言うな。いや、これ本当にね、フォースニュースまでやってた人が、うん、いや、おすすめはこういう買い方した方がいいですっていうことを、うん、フォースニュースほら潰れちゃったからあ、まあね、今フリーでやってるんですけど、うん、だからこそこうフラットに見てくれて、いろんな日刊誌とか有刊誌ありますけど、うん、もし買うんであれば絶対日刊現代を買ってください。これですね、こんな感じで、これは週刊賞のコメントですね、はい、あ、ダノンファンタジーのこと書いてありますね、はい、一等一等について結構他の、はい、新聞社よりも多めにコメントが載ってるんで。そうですよね、はい、うん、はい、コメントの原稿量は業界一だと、まあ、そうでしょうね、思いますよ、うん、私も、はい、絶対に。なのでこうコメントでなんとなくそのなん、ね、前回よりいいのかな、なのかなっていう判断をする方ってすごく多いと思うんですね、はい、なのでそういう方は本当ぜひ日刊現代で買いに行くの面倒くさかったらもう550円。そうですね、でも11月まで無料だから、はい、いや10月いっぱい無料でもほら1月あ、そうか、1ヶ月目無料もありますん で、 そうです、ね、ぜひお試しください。だから結局11月までね、はい、で11月までに結構主要な、ね、G1 も、ね、そうですね、ありますし、ちょうどいいシーズンに入りますんで、ちょうど皆さんが楽しめるんじゃないかなという感じがします。はい、他に何か質問ございますか？ G1 レースでも大きなレースでも生産者が出走表が出たときは出るときがあるんで、それも見れますかっていう質問だったんですよ、はい、でそれがざっくり言うと見れない。だからそうです、ね、競馬だけの契約でなく、はい、私ももう現代さんが好きなんですよ。 ありがとうございます、ありがとうございます、はい、いろいろと見させていただいてるんですけども、はい、その途中の木曜日のコメントとかね、はいはい、ああいうのもまた、うん、もう特集記事とか、ね、特集記事のとかね、はいはい、ああいうとこが結構好きなんで、ありがとうございます。そういうとこがまたその契約した時に見れるんですか？あ、それは見られます。見れますか？はい、あ、そうですか、はい、わかりました。じゃあ、はい、ぜひ、それを契約して今後とも、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、したいと思います。どうもありがとうございます。まあ、生産牧場に関しては鋭意努力をというところですね、はい、そうですね、はい、ちょっと生産者ですね、馬柱の方もね、改良加えると結構高くつくんだこれがそういうのは内緒でお願いします。はい、そういうことですね、はい、どうでしょう、まあ、ちょっと、はい、頑張ります。そうですね、他に質問とかございますか？はい、どうですか、ゆいちゃんはこの、はい、サイトの説明を聞いて、はい、いかがでした？なんか分からないこととかありますか？なんかめちゃくちゃ安いなと思いました。やっぱ安いですよね、安いですよね土日の競馬全部ですからね、はい、そうやってください、はい、ぜひだからこれをきっかけに JRA の方の競馬も、はい、楽しめますね。楽しんでいただければと、はい、いう感じが。休みないよ。え、そうそう、365日ギャンブルになっちゃう。え、楽しいんじゃないですか？あ、いいね。いいね。はい、いいですよね。はい。なんか本当に残念ながらね、このサイトの説明終わりで、ゆいちゃんもお別れとなってしまうので、はい、なんかもう本当に言い足りないことがあったら、はい、ふわーっと喋っていただいて大丈夫ですよ。だし、はい、でも本当地方ばっかり行ってたんですよ。はい、てか、行ってて。はい。なんか何て言うんでしょう、地方のやつを見てて、この前JRA のお馬さんとこう一緒に走るやつがあったんですけど、はい、全然違いますね、もう馬が馬も違うんですよ、ツヤツヤ、お尻の方の毛がツヤツヤ。この前藤田奈々子騎手が乗ってた子は、はい、コパのキッキング、もう全然違うんですよ、もうお馬さんが強そう、もうオーラがあった、オーラが違ったあれは一着になりますよね、うん、でもこればっかりはね話すと長くなるんだそうなんですか、じゃあこれは別だって賞金の高い JRA にいい馬が集まるのは、うん、
まあ当然じゃない。まあまあ、あの地方の女としてはやっぱり地方も自分で地方の女って言っちゃったよ地方をね、地方ばっかりやってきたんで、うん、地方の女としてはあの地方の騎手を結構応援しちゃってました、うん、なるほどな。でも、はい、あの今までやってきて地方のジョッキーとか、はい、地方の馬とかで、はい、なんかこうお気に入りの人とか馬とかいるんですか。今あの西啓太騎手マニアックだね、随分若手。そう、若いんですよ、25歳です。若手です、はい、でもこの前、単勝で100何倍を単勝万馬券やったんですよ。おすごいでしょ、25歳で。すごくないですかあ、ごめんなさい、また渋いところ行ったなと思って、はい、あと、的場さんも好きです。あ、的場さんね、両極端、両極端です。すごい若いのとすごい上の人と、はい、西と的場っちって呼んでます、はいはい、すいません、そんな風に呼んでいけない。頑張ってますからね、はい、そうなんですよ、ね、ちょうどうち の, あの事務所の社長と同い年で、はい、そうなんですよということで、はい、あのゆうちゃん本当これです、あのお別れとなってしまう、はい、今日の感想もあの、はい、ぜひお願いします。いや、もうなんか地方競馬ばっかりやってましたけど、中央もぜひ行ってみたいと思いました、はい、あとこれが非常に素敵、お安い。そうなんです、はい、ありがとうございます。今ならそして、10月31日まで無料です、はいはい、素晴らしい。そして11月も1ヶ月目ですから無料ですよね。無料です。ああ素晴らしいですね、はい、だからつまり、はい、今日もう登録しちゃえばいいんだよ。そうですよね、そう今日登録帰りにじゃあ、そうで登録してあの政治のこととかも知りたいなと思ったらデジタルやっちゃえばいい。やっちゃえ、ゆいやっちゃいなよってやつやっちゃいますか。全部入っちゃう。ゆいやっちゃいなよ。ゆいやっちゃいなよ。やっちゃいましょう、はい、そうですね、はい、まあ、そうこれを参考にですね、はい、私もあの YouTube で、はい、YouTube というね動画上げてまして、今日の模様もですねこの YouTube にてちょっと放送させていただく。相方がいるんですよいつも、はい、マーチンっていう、はい、今日来てますので2人でやってますのでよろしくお願いします、はい、そう競馬もやるんですけど、あの競輪とボートもやってまして、はいはい、最高ですよ。いろんなのやってるんですよ、ね、今度オートも行きましょう。オート、そうオート行きたいんですよ。もうね、あのね、はい、夜家で晩酌しながらやるミッドナイトオートほど楽しいもんないから、はい、違うんですよ、現場行きたいんですよ。あ、現場、現場に行きたいんですよ。うるさいけど楽しい、ね、はい、現場に行ってもう目で見たいんですよ。ミッドナイトは現場無理だから、ミッドナイトは現場行けないけど、ね、無観客でやるから。あ、すごいうるさいからね。消音マフラーで無観客でやるから、うん、はい、じゃあちょっと見れに行けないですね、ま、でも他はもう全部足運んで行ってる系なんで。あとこれでね、麻雀を覚えれば完璧。麻雀なんです、麻雀も勧められるんですよ、うん、完璧ですね。面白いですよ。そう、俺だいたい週5でまあ会社行くじゃない、はい、残りの2日麻雀だから。え、競馬はいつやってるんですか。いや、だから競馬は週5の仕事のうちよ。あ、日曜日までやって月から麻雀ってことでしょ。そうそうそう、ね、そういうことですよね。あ、そういうことですね、はい、素晴らしい人生ですね。ありがとう。はい、はい、楽しく今日はやらせていただきました。ありがとうございました。勉強になりました。ぜひね、はい、これを機会に中央の方も馬券の方買っていただいて、はい、そしてね、なかなか当たらないということだったんですが、はい、きっとこの後は当たると思います。立花さんをチェックしておきます。そうしてください、はい、ぜひ皆さんのお知りなんで、はいはい、そうですね、はい、ぜひこれからも大きなのが当たるかもしれない、うん、それがいいです。そのドキドキがいいです。そうだから、はい、そのちょうど当たる時にこうタイミングよく変えればいいよね、うん、それは難しいですね。タイミングはでもシゲルピンクだよ意外とタイミングかもしれないです。そうですね、だから単勝で買っとくのもありですよね、うん、うん、と思いました。単勝ではそんなに美味しくないかもしれないけどね。そうなんですか。ピンクだってそのなんか結構穴人気っていう感じではあるもんね、ピンクさん。あ、でも俺印回ってねえから何も言えないよ。実はそんなこと言って私も回ってないんだけど。、はい、そうなんですね、はい、まあ、でもこれをきっかけにね、あの楽しさをまた分かっていただいて、はい、日刊現代ともねお付き合いも長くよろしくお願いします。いただければと思います。はい、実は高橋由依ちゃんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうぞ皆様盛大な拍手でお送りください。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで第1部がこれで終了となります。でこの後はですね、塩崎さんを交えてのトークショーとなりますので、そちらの方もぜひ楽しみになさってください。では一旦第1部終了です。ありがとうございました。